地図体系時は、静岡県藤枝市藤枝四丁目にある日蓮宗の寺院。三号は、遠名山。旧本山は、静岡観王寺、脱四法園。日蓮を手植えと伝わる久音の松屋、大田茂げを、本田忠智の姫、本田忠臣の側室、石井縄彩、熊沢重もん与党の墓がある。県庁五年、是聖望連長が、 比叡山延暦寺への遊学に際して、藤枝の地を訪れた際、茶屋を営んでいた、道園、明園夫妻は、連長の説法に協計され、後に、自宅裏に、自物堂として建立した、北家堂が起源という。天文五年、大園行き従うがこの北家堂で布教して、ガランを建立し中興した。その後、田中城の祈願書となり栄えた。天那三年と、 宝永5年にそれぞれ火災の累章により消失した。天明6年、相良藩の藩主で、江戸幕府の老中だった田沼沖次が失脚すると、相良城が廃城になり、天明8年に相良城の御殿を購入、一口くりとした。文久年間、江戸幕府第14代将軍の徳川家持が、上洛に際して訪れ、病気兵優の祈願を行った。 日蓮宗では1941年に本末を解消したため、現在は、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。